できたか。ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああ。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも、道知らないでしょ？頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。戻ったら剣を見せてくれよな。スラムを守りたい気持ちに嘘はない。俺たちはここで育ったからな。自警団で町を巡回してるからいろんな人と顔見知りっす。自警団は世を忍ぶ仮の姿っす。じゃなくて、瓦礫通りはスラムの西の方、モンスター避けの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。あちこちガタが来てるわね。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。早速お出まし。クラウドの腕前見せて。すごい、これがソルジャーの戦い方。ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さて、これはスラムの心得何番？覚えるのか。ここで暮らすんでしょ。さ、もう一息頑張ろう。そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。つかの間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビックスたちのところに戻ろう。ああ、チンピラに見せる品はねえ。いったいった。もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。二人とも行った行った。また今度ね。のひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば。必要ない。武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ。行くだけ行ってみよう。一つ武器。おい、あんた、自分に合う武器はどんなモンスターも倒す何でも嫌なんだって。早速評判になってるみたい。だとしたら。さっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったらそいつを使ってくれよ。詫び代わりだ。強え奴が使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ああ。どうだ、他のも見ていかねえか。見るだけだ。また寄ってくれよな。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、
何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。なら同業に挨拶。やあティファ君、困りがとかい？いえ、強力な助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。体験を背負いながら呼吸を乱さない心肺機能、筋性の取れた筋肉と骨格、想定外の逸材です。僕はチャドリー、シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力ください。まずは手付金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。それで新たなマテリアを開発できるのです。シンラの仕事ならお断りだ。僕はささやかながらシンラに反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアはシンラに対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。俺は本当に切る。つまりそれまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。ここには毎日いろんな相談が来るんだ。次もこの調子。見破るマテリアのバトルレポートを達成したか。クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。追加報酬も差し上げます。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。今後もマテリアを続々と開発していきます。共に神羅に対抗する力を生み出していきましょう。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。うまくいったね。何でもやきっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけどどうする？一度店に戻る？クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。お、ティファちゃん、そいつ何でもや始めたんだって？ああ。だったら化けネズミどもを倒してくれ。やつらめウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて信用ガタ落ちだ。あんた今笑ったな。口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。化けネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。化けネズミのくせに仲間思いなのかもな。ウェアラットをやっつけたら化けネズミが来るらしい。ビビるなよ。化けネズミはすぐには来ないな。どうしよう。待つ？あ、そうだ、アイテム屋さんに途中経過を報告しようよ。アイテム屋といえば、おう、ビビって帰ってきたか。聞いてるぜ。ウェアラットは倒したってな。だが俺の依頼は化けネズミだ。やる気があるなら化けネズミ退治を続けてくれ。ほら、そろそろ出てくるかもだ。今度は逃げ出すなよ、何でもや。終わり。よし、どうってことない。